ヤンマテイコ美術アカデミーは、ポーランド、クラックフのダウンタウンにある高等教育機関。1818 18年に創立され1873年に完全自試験を得た、ポーランドで最も歴史のある美術学校である。5年及び6年の修士課程を持つ国立大学であり、2007年現在、教授、助教授94名、博士147名を有する。 クラック普及市街バシュトバ通りプランティ公園にあるヤン、マテーコの記念碑、マテーコ広場ヤンマテーコ美術アカデミーは当初ヤゲーを大学文学部の一部であり、絵画学校と呼ばれていた。教師には、立憲王国時代のポーランドにおける世界的な風景画家及び肖像画家で、ポーランド新古典主義者のアントニブロドフスキ、フランチシェイク・クサベル・ランピがおり、 最も著名な卒業生での地に、ヤンマテイコの死となったボイチフ・コルネリスタトレル、ポーランドロマン主義時代の馬術の達人でもあった、ピョートル・ミハウォフスキなどが在籍した。1873年に、アスプは美術アカデミーとして独立高等教育機関となった。アカデミーの初代学長は、ヤンマテイコであり、19世紀ポーランドで軍を抜いて、 優れた風景画家であったヤンネ・ポムツェン・グーバツキ、ウィーン・美術アカデミーのメンバーであったフロリアン・ツンク、アレクサンデル・グルグレフスキ、レオポルド・ロフラーなど有名な画家たちを教授として招いた。1879年、今日のマテイコ広場に建設される本館の建築設計として、マチイ・モラ・ジェフスキによる新古典主義に基づいた計画が選出された。 1893-95年の学長は、町の記念建築物の管理員の一員であり、幅広い教育的背景を持ったウアディスワフ、ウシチキエビチである。1893年に、ヤンマテイコが死去した後、1895年に、アスプの次期学長に、ユリアン・ファワトが選任され1909年まで、これを務めた。ファワトは、現代西方美術哲学に、 造形の深い指導者らを雇い、アカデミーを新しい方向へと導いた。とりわけ、デオドル・アクセント・ビチ、ポーランド象徴主義の父やチェク・マルチェフスキ、ヤン・スタニスワフスキ、レオン・ブチューコフスキ、コンスタントラ・シチカ・ユゼフ・メホフェル、ヨーロッパにおいて、初めて画家、詩人から内装設計まで全ての分野で活動した作家、スタニスワフ・ビスピャンスキ・ボイチェフ・バイス・ユゼフ・パンキエビチ、 らが著名である。アカデミー創立100周年を迎えた1979年、その芸術的遺産に多大な貢献をもたらした創立者を呼び、初代学長、ヤンマテイコを記念して名称を変更した。2008年、アカデミーはイコグラーダに参加し、ポーランド初の教育メンバーとなった。クラクフ絵画学校と呼ばれていた十九世紀のアカデミーを描いた同伴が、 ありがとうございます。